どうもこんにちは、セーラームシューズの鈴木でございます。本日はですね、宮井工業カスタムシューズのオーダーグスのご紹介でございます。もしよろしければご覧ください。どうぞ。はい、本日ですね、ご紹介するオーダーグスはこちらでございます。こちらの靴をですね、オーダーいただきましたのは、イニシャル言うと愛様でございます。愛様、オーダーいただきありがとうございます。では早速仕様をご説明いたします。まずデザインが ES-37、こちらアデレードでございます。上から見た時のこのアイレットのこの丸のデザインがですね、ギターであったとかバイオリンのような弦楽器に似ているので、アデレードという名前がついたらしいです。で、続きましては革ですね。艶やかなのがお分かりになるかと思いますけども、こちら AT ボックスのワインカラーでございます。まだらな感じがすごくいい雰囲気だと思います。ミュージアムカフのような、まだらな雰囲気をですね、お求めの方はこちらおすすめでございます。透明感が凄まじいです。やっぱりその分ですね、シワだったりとか、まあ、血管の筋みたいなものは、見える場合がありますけども、まあ、そういったものは基本的にこう目立つ部分ではなくて、サイドのですね、目立たないところに来る場合があったりします。で、続きましてが色革ライニングですね。赤、レッドを用いております。この革のこのアッパーのこの革の雰囲気ですね、この赤というのはかなりこう似合ってるかなと思いますね。まあ、ベージュと比べるとですね、ちょっと足当たりが若干こう硬い部分はありますけども、それでもですね、以前の、まあ、自分がですね、多分8年9年ぐらい前に作った赤と比べると全然こちらの方がね、質が上がっている、ライニングの革でございます。この色革のですね、刻印に関しましては、当店のオリジナルの足にはオリジナルの靴をというですね、スローガンが英語で刻印されております。で、続いてが底に行きまして、こちら革底となっております。で、革底のお色につきましては濃茶となっております。この、刻印に関しましては、当店オリジナルのセーラームシューのロゴが入っております。で、化粧品類につきましてはですね、こちら、半分革半分ゴムのですね、半革ゴム丸というものが使われております。ラスターヒールというものがですね、一般的な言われ方かなと思います。続いてサイドに行きまして、まずはリブですね。出し縫いの糸がかかとにない、シングル巻きというものでございます。後ろから見た時にはシュッとしたね、デザインになるかと思います。ドレッシーに履かれたいという方には、おすすめでございます。続いてがウェルトですね。見えますかね、ひらめつけというものでございます。ここにですね、目がついている感じですね。部材でいうとこういったものが使われております。修理の時に本当に大事なパーツなので、ぜひともね、この部分にも、クリームはね、しっかりと入れていただければなと思います。ウェルトコマのお色なんですけども、このアッパーの色に合わせまして、ここの色ですね、赤茶をご採用いただいております。かかとのですね、この化粧ヒールの上のこの積み上げというパーツに関しましても赤茶となっております。雰囲気としてはね、かなり艶やかな感じになるかなと思います。そして出し縫いの糸のお色はですね、今回は茶色となっております。出し縫いの糸のお色はですね、ウェルトのお色に合わせるのが、まあ、王道かなと思いますね。そしてですね、コマの形状なんですけども、前半分が両詰めで、踏まず部分が丸になっております。両詰めの両踏まず丸というものをご選択いただきました。高級なですね、既成靴でもこの、形状は結構使われていると思います。はい、かなりかっこいいと思いますね。この辺ですね、小刃形状っていうのはですね、なかなかこう皆さん気にする方って多くはないんですけども、革靴好きの方であればですね、この辺にやっぱりこう目が行きますので、やっぱり知る人ぞ知るっていうね、ところかもしれませんね。はい、そして最後に靴紐ですね。今回アッパーのお色に合わせまして、茶色の平紐をご採用いただいております。まあ、平紐の方がちょっとね、フラットな感じで、おしゃれには見えるかなと思います。
はい、ただ結びやすさとかっていう点を取ると、まあ、マリヒモの方がいいかなっていうところですね。まあ、この辺は機能性を取るかデザイン性を取るかっていう感じになると思います。で、アイ様はですね、一つオプションを加えていただいております。こちらもう見て分かった方いらっしゃると思いますけども、こちらピッツヒールですね。この地面の下の方に行くに従ってですね、ヒールのシェイプが小さくなっていくというですね、ヒールを、お選びいただいております。まあやっぱりこの、形状はですね、後ろから見た時のこの、ね、華奢な感じがより増すので、革靴に慣れている方はですね、おすすめのオプションでございます。今回ですね、オーダーいただきましたこちらのアイ様の、素敵なオーダー靴なんですけども、実はまだ完成ではございません。この後にですね、アイ様の場合はこのハーフラバーを貼らせていただく予定でございます。完成するとこんな感じになります。革底のまんま、履くもよし、カスタムして履くもよし、もう本当に皆さんのライフスタイルそれぞれに、合わせて革靴を楽しんでいただければなと思います。はい、ということですね、本日は以上でございます。どうもありがとうございました。今回お届けしましたこちらの、アイ様のオーダー靴なんですけども、本編の中でもお伝えしていた通り、こちら、マダラがかなりこう綺麗に出ている革でございます。この、マダラな革っていうのは牛のですね、表皮にもう出ているお色なので、まあ、そこを、舐めす過程で目立たせてあげているとそういう感じの手法らしいです。よく言われるのはミュージアムカーフですね。ミュージアムカーフはあれはタンポナートという技法を使っておりまして、染料をですねこう叩きながら入れてるんですね。それでこうマダラを作っているという感じです。はい、なので同じようなマダラではあるんですけども、まあ、似て非なるものということでですね、頭の隅っこに置いといていただくのもありかなと思います。いずれにしましても、まあ革であったりとか、あとは靴に関してもですね、何か気になる点がありましたら、ぜひともコメント欄の方に書いていただければなと思います。はい、ということですね、夜中のですね、編集作業の励みになりますので、ぜひとも、チャンネル登録、それからグッドボタンをよろしくお願いします。本日もご視聴いただきあざした。